おはようございます。こんばんは、タンチュンです。今日も楽しくダーケータクトをやっていこうかななんて思っております。本日の内容は、選べる夏のタクトくじ、選んでいくやつという感じでやっていきたいと思っております。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ベル通知もオンにしてもらえると嬉しいです。それでは行ってみましょう。まず、交換券の入手方法なんですけれども、こちら、ミッションを押していただいて、一番右のイベントですね。こちらに選べる夏の宝くじ交換券があります。装備錬金を20回行うと、まず1枚もらえまして、もらっていく。そして、ステージを100回クリアすると1枚。そして200回クリアするともう1枚もらえるという形になります。これで合計3枚ですね。ステージのクリア数が200回って結構きついんですけども、普通に周回が終わったら、こちら冒険バトルロードの、私だったら追憶、ドラゴンフェスティバルの風船ドラゴンロード、こちらの6で周回しております。一回だけ周回しましょうか。出発する。ここだとリーダー特性発動もなく、次元流が速攻で動いて1手でディメンションブレス1700で1ターンで1手で終わります。ここね、20秒ぐらいで一周できますので結構おすすめです。他にもね、一手で回れるとこはあるんですが、どこでもいいので、サボテンステーキでも集めながら、200周、何とか獲得しましょう。では、全体概要を見ていきましょう。こちら。あなたはどっち派？選べる夏のタクトくじという形で、まず期間ですね。8月29日月曜日11時から、9月4日の日曜日4時59分まで、タクトくじの入手可能期間となっております。結構短いので、早めの交換をお勧めいたします。そしてもう当選発表がね、9月5日月曜日となりますので、まず入手して、予想して、交換しないといけないという形になります。ジェムがね、もらえますので、忘れずにゲットして交換しましょう。ここで、あなたはどっち派という形になるんですが、まず左側、タクトくじスラクトですね。こちら1等がジェム3000。2等がジェム500、3等がジェム100という形で、1口、3口、6口の合計10口という形になります。そして、モナンくじの方は、1等がジェム6000、1口、2等がジェム1000、3口、3等がジェム200、6口、ハズレがジェム0、10口という形になります。スラクトくじはね、堅実派、モナンくじは挑戦派と書かれてるんですけども、私はあんまりね、小数点まで、あんま数字出すの好きじゃないので、だいたいこんな感じかなっていうところなんですけども、スラクトくじに関しては1等が3000個、これをやっぱ狙っていきたい。10分の1の確率になりますね。そして2等が10分の3、まあ、一発目に選ぶなら10分の3で500個もらえるという確率になります。そして残りが10分の6イコール5分の3ぐらい、 60% ぐらいかな。だから 10% で3000、 30% で500ジェム、 60% で100ジェムがまずもらえるという形になります。まあ、2枚目だと9分の3で3分の1とか、9分の6で3分の2とかなるんですけども、まあ、ややこしいので、とりあえずどっちを何個ずつ選ぶかっていうところですね。で、モナンくじの方に関しては、まあ、3枚選ぶ場合、20分の1で6000個、確率 5% ですね。一口となります。で、2等が20分の3なので、3口ありますので 15% かな、1000ジェムが当たると。で、3等が20分の6なので10分の3、約 30% で200ジェムが6口あると。で、ハズレは20分の10なので2分の1、 50% で外れますよと、ジェムが0個ですよという形になります。はい、ということはですね、まずパターンが4パターンになると思います。まあ、交換しないを除けば、青3の赤0、青2の赤1、青1の赤2、青0の赤3と、この4パターンで選ぶ形になると思うんですが、皆さんはどれを選びますか？よかったらコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。はい、私に関しては、堅実派でもないです。挑戦派でもないです。ハイブリッド派です。ということで、私は青1、赤2で選びたいと思います。まあ、この理由としましては、どちらの1等も狙いたいから、1、1になるよねと。じゃあ次、2等の1000ジェムの方が高いから、赤になるよね。なので、最大3000、6000、1000の1万を狙おうと思ったら、青1、赤2で選ぶのが、ハイブリッドというか結局一番最大狙えますよねっていう形になります。まあ、挑戦派だから赤3選ぶ。いや、いいんですよ。全然いいんですけど、頑張っても最大8000しかもらえないです。
ですよっていうところにはなります。で、青3選んで最低300ジェムから700ジェムとか1100ジェム狙っていく、全然いいと思います。別に正解はないです。ただの遊びなので、まあ命名権みたいな運試しをする遊びという形で楽しく選んでもらえたらなと思います。まあこういうのはね、多分ね、直感の方がいいです。なぜ直感の方がいいかと言いますと、今まで宝くじ系あったんですよ、こういうの。そこで一回も当てたことがありません。はい、前回ね、私は111とか777とかそういう選び方をしたんですけども、一つも当たらなかったです。なので私と同じ数字を皆さんは今回選ばない方がいいかもしれない。私全然こういうの当たらないので。なのでここまでね、動画を見てくださってる方は私と別の数字を選ぶ、私と違う考え方で数字を決める、これがねいいかもしれないです。まあ3枚で30から選びますので、まあ簡単に言ったら1から10、1から20の30なんですけども、まあ、こちら交換券の期間限定選べる夏の拓得時スラクとモナン、これ3枚ずつですけど、合計3枚しか交換できないので、これ1から10ですね。でモナンの方が1から20まであるという形かな。これ難しいですよね、わからないです。どれも選べないので、私は数字をちょっと絞るために、前回ね、奇数137ばっかり3つ交換して、111333777全部外しました。246やったかな、前回は22244666とか、まあ、全部外したので、今回は奇数を捨てたいなと思います。13579全部捨てて、偶数のみでちょっと勝負していこうかなと考えております。まあ、なんとかね、絞らないと数字と決めれないので、奇数を捨てる。そして私の誕生日が8月生まれなので、夏といえば8月、誕生日は8月、水着実装8月、ありがとう。ということで、スラクト君の8番、こちらを選びたいなと思います。1枚交換する、はい、 OK、 いいよ。そして私は赤2枚選びますので、モナンの方のもう適当にね、奇数を外して10番、こちら交換していく。そして雑に20番交換していく、はい。ということで私は青1枚、8番、昔サッカー部だったんですけど背番号が8番でした。まあそんなどうでもいいんですけど、とりあえず8番と赤2枚、適当に10番と20番とめっちゃ雑な選び方で決めてみました。どうでしょうね、当たりますかね。最悪1000ジェムぐらいもらえたら嬉しいなと思ってます。最低100はもらえる。1個当たれば300、3等当たれば500、2等当たれば1100か1300。まあこんな感じでね、雑に選んでみてもいいかなと思います。彼氏の誕生日でもいいし、彼女の誕生日でもいい、子供の誕生日でもいいし、皆さんの好きな数字選んでみてもいいと思います。私はこんな理由でこの数字を選びましたっていうね、そんなご意見聞かせてもらえたら嬉しいです。ということで、ご視聴ありがとうございました。参考になりましたらぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。夏の終わり、夏の終わりにはただあなたに会いたく。やめとこう。それでは。